へぇ、新しいやつでね。どれ欲しかったんですか。これ欲しかったの。へぇ、それで、ヒズルだ、当たってる。そう、びっくりした。え、そう、一発で当たってびっくりした。よかったっすね。大興奮。チャイナクラブ3階。あれ、クラブ、クラブチャイナ、あ、違う、いいんだか、よくね、わかんないんだよ。怖いなぁ、怖いなぁと思っていい。後ろそーってエレベーターが開いたんだ。エレベーターがね、そーっと開いたらね、そこにはこんなものがあったんですよ。マジシャンの山ちゃんと申しまして、あの、よろしくお願いします。あ、あの、YouTube ではいつも楽しく拝見しております。小杉さんと言います。よろしくお願いします。お願いします。撮影します。今まさに岩内の旅の途中なんで、西四国時中ではございますが、お邪魔します。もうそろそろ飽きてませんか。なんか他の会場とリアクションが違うんですよ、もう登場の時点で。本当はもうわーってなるんですけど、なんかもうまたこいつかみたいな。まあでも尺度がないですよ。でこれに入れます。でこれはじゃあこれありますか。ちょっとお金になるんですよ。結構すごいですよね。いい人だ。縦でいきます、縦で。千円札からいきます、千円札から。これ練習中なんで失敗するかもしれませんけど、はぁー、あ、失敗だ、あ、やばい。未来の新札か、これガーナー銀行の未来の、あ、やっちまいました、これガーナー銀行の未来の、さらに抜いちゃいました。これで卵になるんですよ。これを深谷、ね、通常深谷ってことは深谷させます。あっ、ブーって、はっぶー、ちゃんと食べるね。いただきます。はっぶーと、ピーターって言います、ピーターって言います、ピーターってね。おお、このぐらい寝ちゃいます。さあ行きます。1、2のほら、ピーター消えた。え、ピーター消えたよ。そうですね、タコマったぞ。夏は下がるんです。はい、ピーターですね。ほら、どうなると思う、これ行きますか。進化させていくよ。そうだね、そんな一発で新ネタなんかできるわけがないですよ。
入る本番にうまい。うん、ギリギリまでね。私、緑の妖精の山ちゃんです。なんか白かったんだ。色変わってるんですよ。待って、でもなんか足りないね。それで色だね。色出すと。これで、なんと。色がついてる。わー、ねえ、花火なんか綺麗だよ、これ。あ、落としちゃった。どうなってると思います？色が消えてる。外で待ってる。残念、変わりませんでした。これ変わるためにはもう、変わってないってやると、ほら、アベノマスク見てて。いや、小さいよ。小さいですよ。その時は揉むんですよ。そうするとマスクの繊維がほぐれて、旅の締めはアグリーダックでございます。ミックスいただきやす。そう、でかっ。うまいよね。あ、何かをやり遂げた人の量。あの動画撮影やる。なんでさっきアグリーダックで、なんか僕がアールグレーのソフトクリーム頼もうしたら、いや今日はミックスがいいよって、チョコとバニラの、あ、なんなんですか、めっちゃ怖かったんですよ。そのなんで今日はミックスがいいのかが分からなくて。僕が大好きだから。僕が食べたかったから、うん、分かんないじゃん、僕の舌の兼ね合いがあるじゃないですか。いや、もう似てるから。いや、前ずっと言ってた。なんかあんのかなと思うじゃん。昨日から巻いてたの、紅茶かミックスか。昨日からアグリコーチしたんですか。すげえ、まんまと乗った。まんまと乗らされた。いや、あと中野さんと秋岡正子さんとなんか仲良くできてよかったっす。楽しかった。うん、この辺はルッツもだ。ルッツもだ。ルッツもあんだ。うわ、これで編集やば。中野さんとあんまりお話しできなかったから、今度はちょっと編集手抜きさせてください。あのテロップちょっとお話ししたいな。あ、そっか、マジでやばい。そう、ルッツもあるぞ。盛りだくさん。ここに載せたらちょうど良さそう。ほんとはなんかあの伊達なサムネみたいな。いや、美味しいわ。うまっ。あっちゅうちぎったんすか、口で。これ意外と苦手なんですよ。人に渡すものとしてなんか、あ、変じゃないですか、その、うんうん、だってなんかって私みたいなもんですよ。これってもうほぼ一緒なんです。僕からしたら新品のものをこれ食べるって、新品ですよ、新品のものを食べるって、あ、それでほぼほぼ一緒。うまっ。これでうまっ。何これ。結果良かったね。体
加藤さんの一人旅ね、やってほしいっすわ。そうだね。どっか。どこ行きたいですか、一人で一泊二日するの。いや、もう普通のことで田中さんに会いたいから。北見北見行きたくて、一人で。あとでも、ついでに釧路とかも行って、また。あ、じゃあもう2、3泊必要じゃないですか。そうなんだ。一泊二日ならどこですか。朝出て。いや、北見だね、やっぱな。高速乗んないですよね。もう下、絶対下。ねえ、北見旅してほしいな、一人北見旅。僕編集しますよ。ああ、最高。加藤ちゃん、一人旅みたいな。北見。めっちゃ見そう、みんな。でも誰かいてるの加藤ちゃんなんだよな。まあ、そっか。そうだよ、突っ込む人いないもんね。そうそうそう、うん、だから。変なこと言ってた。そう。あと変なって気づいてないから。まあ、そんな感じでした。ありがとうございます。